ヤズド州、ヤズド州、オストン・イーヤズドは、イランの中央部にある州、オスターン。州とはヤズド。面積は128,811、軽平方メートル。人口は803,931人。北東にラザビー・ホラーサーン州及び、南ホラーサーン州、北西にセムナーン州、エスファハーン州、南に、ファルス州。 ケルマン州と境を接する。ヤズド州は、イラン北西部から南東へ伸びるイラン中央高原の、ほぼ中央部に位置する。イラン中央高原の山地、山脈はおおむね北西から南東へと走っており、ヤズド州もこれらの山地、山脈に区切られる形で北東から南西へ、数地域に区分することができる。すなわち、キャビール砂漠の東園をなす、やや平坦な北東部、 ほとんどが従来ホラー山州に属したタバス群。標高は700メートルから800メートルほど、ハラーネグ山地。最高点は3158メートルのドゥールビード。山、州内で最も人口中密なヤズド回廊。州都のヤズドは、標高1230メートル、シール空フ山脈。最高点は4055メートルのシール空フマッシーフ山とその南西部の山岳地帯。 標高1900 2000メメーートトルルから2000メートルである。気候は乾燥し温暖だが、夏は酷暑となる。冬から春にかけて雨が降ることもあるが、北のアルボルズ山脈、南西のザーグロス山脈で雨雲が遮断され、年間降水量は北部で約60ミリメートル、シール空腹では約20ミリメートル、ヤズドでは55.4ミリメートルと非常に少ない。 このため州内全体を土爆、岩爆が占めており、濃厚には不適である。こうした環境にあって、ヤズド州では、カナーと地下水路が非常に発達し、中には5 0トルを超えるものもある。以来へのイスラーム勢力の侵入以前、及び、ウマイヤ朝、アッパース朝初期の今日のヤズド州については、あまりよくわかっていない。 サーサーアン・アサのヤズデギルド3世が、ニハヤ・バンドの戦いの後に立ち寄ったとも言うが、多分に、伝説的である。資料では3代カリフ・ウスマーンの時代に、バルー・タミーム族が派遣され、フトシが認じられたことが見え、おそらくは、ファールス地方の一部であったことが推定されている。10世紀には、西部ペルシアに、大きな勢力を持った、ダイラム系のの支配下に入った。 11世紀前半になると、カークイエ朝は、セルジューク朝敗下の地方政権となり、ヤズドはその中心地として、第一の繁栄期を迎えた。地の支配者は、ヤズドに金曜モスク、城壁を建設している。1141年、カークイエ朝最後の君主ガルシャースクイブンアリーブ、ファラームルズが、セルジューク朝のスルターン・サンジャルと共に出撃した、カトワーンの戦いで戦死した。 カークイエアサの残された王女がヤズドを統治することになったとき、ルクン、アッティーン、サーム・イブンダンガルが、アタベクとして立ち、ヤズド・アタベク長が成立する。この頃のヤズド土着の有力集団としてはサイードが挙げられる。彼らは、非常に多くの枠布を設定した。また、この時期以降、ヤズドでも、諸数フィー教団が活発な活動を展開していい。ヤズド・アタベク長は、 カークイアサシタ同様のヤズドの繁栄を維持し、13世紀のモンゴル帝国の侵入後もフレグに服属して、名脈を保つ。13世紀後半以降イルハンチョウの干渉が強まると、ヤズド・アタベク長は独立志向を明らかにして、功能を拒否、ガザンハーンは兵を送って、これを滅ぼした。その後、イルハンチョウの水防家、ムザフファルアサが、ヤズドの支配権を得ている。 この時期には、ムザファルアサの内向やティムール町の侵入などで、戦乱に見舞われ、たびたび支配者が変わる状況にあったが、支配者によるマドラサやワーザールの建設などが行われ、重要拠点としての地位を失うことはなかった。1392年、ヤズドはティムール町の支配下に入る。この頃ヤズドは繁栄の頂点に達した。1396年、新城が、 完成、さらに彫りが加えられている。1427年、シャールフに任じられた大主アミール・チャラール・アディーン・チャフマークは、約20年にわたって、ヤズドを治め、新王及び、ハーンカー、ハンマーム、バーザールなどからなる複合施設、アミール・チャフマーク・タキー家を建設。これに刺激され、その他の建築も、相次ぎ、工房なども作られた。この カラコユンルー部族連合、アクコユンルー部族連合の支配を経た。1504年、サファビー朝が支配を確立する。サファビー朝は、ヤズド地方を、ハッサチ、横領地として、大使を派遣して治めた。中央派遣の支配者は地元への投資には、消極的であり、ヤズドは、ムザフファルアサまでの繁栄を失うことになる。サファビー朝の水母後、アフガーン。 アフシャール朝と支配者は移り変わるが、アフシャール朝後期の大主ムハンマド・タキー・ハーンは、ガージャール朝初期までの18世紀後半の藩、正規間ヤズドを治め、シンガナートの建設などを行い、若干の繁栄を見た。残土朝、ガージャール朝と支配者が移り変わり、ガージャール朝は、ヤズドに王族を大使として派遣するようになり、再び、直轄地となる。 ガージャール長期は混乱の時代であり、1840年のの反乱、1848年のバーブ教徒の放棄をはじめとして、ヤスドにはたびたび内イランの戦火が及んだ。19世紀末から20世紀には、ヤスドでも新聞の発刊など、近代の波が押し寄せるが、混乱は続き、イラン立憲革命前の1903年には、ヤスドでハンバハーイ教暴動が起こり、 ヤズドのバハーイー教徒は皆殺しにされた。20世紀、ヤズドはイランの北東と南西を結ぶ交通の要衝、そして古い町並みの残る観光都市としてイラン中央部に独自の地位を保っている。2005年8月現在、寒下にアシュケザル軍、アバルクーフ軍、アルダカーン軍、バーフグ軍、タフト軍、ハータム軍、バハーバード軍、ーード軍メフリーズ軍、メイボド軍、 ヤズド軍の処分、シャフレスタンを要する。高知は人口も都市周辺に集中しており、そのほとんどがガナートによって考えされている。1960年代以降には機械掘削による井戸が多数開発されたが、地下水位の低下などの問題が起こっている。農産品としては野菜や穀物のほか、果物があり、ザクロ、特に名ボト産は特に有名である。また都市を 砂嵐から守るために漁流が目につく。産地の一部には鉄、鉛、銅、亜鉛などの鉱山がある。ヤズド回廊は、イラン北西部、中央部とケルマーンなどの東南部、さらに東のカーブルやインド方面などを結ぶ、交易路上に位置し、イスラーム化以降、交易中継都市として繁栄し、州都ヤズドには、モスクや、ハーンカー、キャラバンサライなどが残されている。 また歴史上、クアの木に適した地域では、養産が盛んで、ヤズドの木の織物や、絨毯などの繊維産品は、イラン産の中でも、最高級品と評価されてきた。その他にも、現在まで続く伝統的特産品には、ヤズド菓子がある。ヤズドの人々は、歴史書や旅行記の中で町への愛着、そして承人的な賢さ、あるいは経験さが、たびたび言及される。 少数のユダヤ教徒もいる。ペルシア語、ベフディニー。ヤズドは、イランでのゾロアスター教の中心地として有名である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。